発行だトンネルは、東日本旅客鉄道東北新幹線の七個、十和田駅から新青森駅間にある新幹線専用のトンネルである。東岳山地、折り紙山の北六川を通り七個町と青森市との間に位置する。全長26,455メートル。2005年2月27日に貫通した。2010年12月4日に共用を開始し、 岩手一個トンネルを抜いて、日本で最も長い陸上鉄道トンネルとなった。また、開業時点ではなく、貫通時点で比較すると、2005年2月27日の貫通時点で、岩手一個トンネルを抜いて、世界一長い陸上鉄道トンネルとなっていたが、同年4月28日、約2ヶ月後に、スイスのレッチュベルクベーストンネルがこれを上回った。レッチベルクベーストンネルは、 単線断面で掘られているため、複線断面の陸上トンネルとしては、発甲田トンネルが2010年12月4日の開業時点で世界最長となっている。なお、2031年予定の北海道新幹線全線開通により、新函館北斗駅から新薬も駅間で掘作中の都道トンネルが中央リニア新幹線を除けば、 日本最長の陸上鉄道トンネルとなる予定である。建設は、独立行政法人鉄道建設、運輸施設整備支援機構が担当している。貫通までの建設費は667億円。施行を担当したのは、佐藤工業、JV、清水建設、JV、鹿島建設、JV、奥村組、JV、飛島建設、JV、前田建設工業、 JV, ありがとうございます。